皆さんこんにちは。サイバーコネクト2代表の松山でございます。今回募集しますのはローカライズと言いまして、ゲームっていうのはね、我々日本人ですから、日本で、サイバーコネクト2のゲームタイトルっていうのは開発を行っているんですけれども、全てまず日本語で作ります。で、日本語で作ったものを、英語に翻訳をして、その後英語をベースに、フランス語、ドイツ語、まあ、イタリア語とかってですね、いろんな言語に、翻訳をやっていくんですけども、まず、我々が今回募集するのはですね、この、日本語から、英語、そして、その英語からフランス語と、いうふうな形で、ゲーム内の、全てのテキストを、外国語に翻訳をするスタッフっていうものを募集します。で、これはですね、まあ正社員ももちろん視野には入れてはいますけども、まずはフリーランスの方々を募集したいなと思っております。で、日本に在住されていて、大体こう日本で生活されている方々の外国人の多くがやっぱりこう日本のゲームやアニメや、漫画、そういったものがお好きで、生活をされている方々が非常に多いというふうに、私は認識を、しております。で、なかなか実はこのゲーム業界におけるこのローカライズのお仕事っていうのはなんかこう入り口が狭いというかですね、なかなかこうそういうお仕事やりたいって思っててもなかなかこうやれる機会がない、で、もちろんファンベース、好きですっていうところから、プロのお仕事をやっぱ自分でやっぱこうやっていきたいって思ってる方がいてもなかなかこうそういったお仕事にこうありつけないというか、そういった方々も意外と多いんじゃないかなというふうに感じております。で、過去サイバーコネクト2っていうのは、もうゲーム業界で25年ほど、お仕事をさせていただいてきて、もうこれはバンダイナムコエンターテインメントさんのおかげなんですけども、まあサイバーコネクト2を代表するタイトルの一つになるとのシリーズが、ナルティメットシリーズですね、があるんですけれども、まあおかげさまで他の多分ゲームタイトルと比較しても、非常に対応言語が、多い、お仕事をやらせていただいてきました。ナルトの最新作なんかだと、実はもう、日本語を作って、それから外国語、英語、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、いろいろ中国語を含めてやってるんですけども、なんと実はもう15言語、対応を、して、開発を、やってきました。で、サイバーコネクト2のやっぱりこう、ものづくりっていうのは、日本で作ったものを、一人でも多くの世界中のお客様に届けるっていうことをモットーにやってきました。で、バンダイナムコさんのおかげで多くの経験を積ませていただいたんですけども、まあ、今回募集しますのは、残念ながらちょっとナルトやドラゴンボールといったお預かりしている IP のお仕事ではなくですね、サイバーコネクト2がオリジナルとして開発を行っております戦場の風雅をはじめとしたこれから予定しておりますいくつかのオリジナルタイトルですね、こういったものをの、ゲーム開発における、ローカライズ、いわゆる、翻訳の作業っていうものを、お手伝い、一緒に、お仕事できる、スタッフ、外国人、英語が分かる方々、フランス語が分かる人たちっていうのを、募集していこうと、思っております。で、これからちょっと今まではですね、そのローカライズを行うときっていうのは、まあ、日本語で我々が作ったものを、ローカライズの会社さんに、発注をして、そして翻訳してもらったものを我々、まあ、納品いただいて、それをチェックしながら、ゲームの中に実装していくっていうことをやってきてたんですけれども、これから、まあ、せっかく我々自分たちで作っている、オリジナルタイトルですので、まあ、できれば、ゼロ距離で、ゲームだったりアニメだったり、そういう日本のコンテンツが好きな人たちと一緒に、うちの会社の社内だったり、まあもちろんフリーランスなので在宅でお仕事をしていただくっていう形でももちろん構わないんですけれども、こうやっぱりこう一緒にものを作っていける、大好きだっていう熱量を持った人たちとお仕事をしていきたいなと考えております。なので、ちょっと今まで我々がやってきた仕事の仕方、ローカライズのやり方とはもうちょっと違う、踏み込んだ一歩前に進んだ状態でこれから新しい翻訳作業っていうものをやっていきたいなと思っております。それに合わせた状態での今回の募集となっておりますので、まあできれば日本在住でゲームや、アニメ、
漫画、そしてできれば、サイバーコネクト2が、過去手掛けてきた、作品群、そういったものが、お好きな方、そういった人たちと一緒に一度ご仕事していきたいなと、思っておりますので、サイバーコネクト2ちょっと新体制で、これからまた新しい形でローカライズに取り組んでいきたいなと、思っております、なので、新たに、翻訳者スタッフっていうものを、募集します、プロアマ問わずです、なので、大好きだと、日本のコンテンツ大好き、ゲーム大好きっていう方がいらっしゃるようであればですね、その愛情を持って、我々と一緒に、ゲーム開発、共に進めていけたらいいなっていうふうには思っておりますので、ぜひ、ご応募の方、お待ちしておりますので、送ってほしいなと思います。以上、サイバーコネクト2、新しい、ローカライズ、翻訳スタッフの、募集の告知でございました。皆さんよろしくお願いいたします。ご応募お待ちしてます。